ミールの軌道離脱では2001年3月23日に行われたロシアの宇宙ステーションミールの制御体危険再突入について述べる。コアモジュール、クバント1、クバント2、クリスタル、スペクトル、プリローダ、ドッキングモジュールなどの使用構成部は5年から15年を経ていた。また、ロシアはミールの未来に対して楽観的だったが、 ロシアの国際宇宙ステーション計画への参加により、ミールを運用するための予算がなくなった。軌道離脱は3段階で行われた。第1段階は、軌道が大気の効力で平均 220km の高度まで軌道減衰を起こすことを待った。これは、プログレス M1 から5のドッキング後に始まった。第二段階は、ミールを1 6 5 2 2 0トルの軌道に、 移動させた。これは2001年3月23日の0時32分と2時1分に行われたプログレス M1 から5の制御エンジンの2回の噴射によって行われた。この軌道で一度休止した後、第3段階として5時8分にプログレス M1 から5の制御エンジンとメインエンジンによるによるミールの軌道離脱が始まり、22分強で終了した。 高度 100km の大気圏再突入は5時44分にフィジの南離付近上空で起こった。放棄3年前のミール1998年の国際宇宙ステーションの建設開始後、ロシアの宇宙開発視力はミールと ISS の2つの宇宙ステーションに分割された。2000年、ロシア航空宇宙局はミールコープとのステーションの商業利用への貸し出し、強引に調印し、 ソユーズ TM-30 では、ミールの将来利用と科学研究実施の準備を試みたが、後年この計画は称賛した。これは、宇宙旅行などの飛行を含むより多くのミッションが続くはずだったが、ロシア政府がミールコープの新ミッションへの資金、準備能力を懸念したため、ロシア航空宇宙局がミールの継続的な運用の資金に対する決定を行った。 2000年11月、ロシア航空宇宙局は、ミールの軌道離脱処分を決定し、翌月ロシア連邦政府議長、ミハイル・カシヤノフは、その実行のための命令に調印した。この段階で、ミールは、設計寿命を通に過ぎていて、ロシア航空宇宙局長官のユーリコプテフは、このシステムのいずれもいつでも故障しかねないと、考えていた。したがって、 1979年のスカイラブや1991年のサリュート7号のように地球に制御不能で落下し人口密集地に落下する可能性があるリスクよりミールがまだ機能している間での軌道離脱が決定された。ミールの再突入時の軌道、ツープと欧州宇宙運用センターに配置されていたミール軌道離脱監視グループのメンバーは運用の胴体全体の計測監視を行った。 運用の最終段階の間の大量の報道関係者の存在から、モスクワの RMCC の量管性質が利用された。核軌道離脱噴射の間の RMCC の即時、報告は遠隔会議を通して欧州宇宙機関の報道官と国家機関の代表者に提供された。エスックのために RMCC からのビデオ送信も利用可能になった。 3回のプログレス M1 から5の推進点下のうち最初の2回は約90分間隔であり、ミールの近地点を地表から 160km に下げるために行われた。100km の高度から大気との強い接触が発生し、気迫大気への猛烈な速度での衝突によって、いくつかの太陽光パネルなど外部要素が引きちぎられた。高度9 0トルほどで、 ミールの船体からの表面の加熱によって、ホットプラズマの輝く光輪を作り出した。その頃、軌道上の集合体が知事に離れて壊れ、プラズマに囲まれたミールの構成部のいくつかがフィジーから夕焼け空を背景に観測された。この事象のテレビ映像は数分のうちに世界中に伝送された。工程全体は、 現地の対応時で16時20分から20時29分ほどで終了した。軌道離脱の最終段階をカバーするため短い記者会見が RMCC で行われた。公式声明として5時59分24秒にミールが消滅したとの発表が行われた。最後のミール追尾はクワジャリン干渉のアメリカ陸軍によるものであった。エサ、 ドイツ国防省、NASA も最終軌道と再突入の間、ミールの追跡を支援した。当時、ミールはこれまでに地球大気圏に再突入した最大の宇宙機であり、特にドッキング部、ジャイロダイン、外部構造などの大きな破片が再突入でも残り、地上に到達する懸念があった。破片が落ちる中ニュージーランドは、 南太平洋地域を航行する船舶と航空機に国際的警告を発した。しかしながらニュージーランド海上安全庁のトニー・マーティン次長は破片が船に当たる確率は非常に低いと述べた。日本でも類似した情勢となり住民に破片が落ちる可能性が最も高い40分間は屋内へとどまるように警告が出された。しかし地元当局者は 事故の可能性は非常に低いことを認識していた。再突入後に公表されたミールの位置は、難易40度成形160度、難易40度成形160度、マイナス40ナス160で、破片は軌道の終端の前後 1500km ほど、幅が双方に 100km ほど広がっているとされ、 急勾配の再突入角度のため初期の見積もりより狭い範囲であった。同日、サルベージハンターが太平洋上で見えるのいくつかの大きな破片の回収を行った。ありがとうございます。